はい、どうも、高野です。えー、回線系の動きをしていくとですね、うちではですね、アシスティックを使ってトレーニングすることが多いです。これすごくいいんですけれども、どういうふうな動きかというとですね、胸郭、肋骨のあたりですね、のコンディションを整えるために、ストレッチをするツールになってますね。これをですね、どういうふうにやっていくかというとですね、まあ、伸ばします。こうやって伸ばして、 この高さぐらいにして、こうやって動かしますね。こんなことをやるんですけど。まあ、その前にですね、ちょっと今の状態のチェックですね。上げてみたり、ちょっと左が動かなかったりして、ひねりどうかなとか、こういう動き、どうかなってやった後ですね。で、動かしてみようと。肋骨の動き。 出しやすくなりますのでこうですねしっかりと動かしてあげることが大事です特に僕なんかはそうですけど胸郭硬くなるタイプですのでまあ結構多いんですよね胸郭硬くなるタイプはなのでしっかりと動かしてあげるといいですねこんな感じ 呼吸も合わせてやります。今サササーっとやってますけどね。こういうが回線にはこういうのがいいかなっ こんな感じですね。さあ。まあ、まだまだエクササイズあるんですけど、こんなんでやってみたらどうかなと。で、軽く上がるようになりました。ひねりも、やりやすくなりました。うん。こんな感じでありますね。まあ、だいぶ、その、胸郭の硬さっていうのは出やすいです。え特に呼吸とかと、すごく密接に関わってきます。 胸郭の中に肺が入ってて、そこが、えー、伸び縮みするというか、開いたり閉じたりすることによって、えー、呼吸をしているので、そこの動きが良くなるってことは、日常生活がやりやすくなる、スポーツもやりやすくなるってことが出てくるので、ぜひおすすめかなと思います。アシスティックを使って、えーまあ、エクサイズしてみてください。そのやり方ね、えー、もしあったらうちに来ていただければ、しっかりお教えするので、ぜひやってみてください。すごく優れものだと思います。それでは今日はアシスティックの紹介でした。 うちでもすごく使ってます。それでは、また